おい、胸を。鈴木胸を。偉そうすんなよ、お前。胸を。お前、詐欺師でゃろうが、お前が。胸を外す事件忘れてないぞ、お前。まあ、何が懲罰委員会で、お前が懲罰だよ。懲罰委員会開いたけど、誰も何も言わずに、全員集合それこそ、僕、言うことないんで、議長に一任しますよ、っていう風に連絡して、わざわざ集まる必要ないじゃん。そこまでしてね、 集まることの重要性を強調しなくてもいいんですよ。それこそ、懲罰委員会開くために、その会議室を整備する人の人件費、手間賃、電気代、どうしたんですか無駄そのものじゃないですか。それで全員無言でしょアホかいなと。お前が懲罰だよ。ちなみに胸を外す事件。これはですね、ロシアのプーチン大統領と組んで、鈴木宗男さんがですね、 日本を売り飛ばしたというね、とんでもない事件ですよ。こういう風に書いてます。日本人とロシア人の友好の家、通称ムネオハウスの工事に関わる入札を意図的に地元建設業者5人と鈴木ネオが共謀して随時契約させた事件。凶悪事件ですよ、これ。こんな奴が懲罰委員会の一体なんで議長ができるんですか悪党ですよ、もう。ね。悪党胸を胸を悪党 ねえ。圧戦収賄、受託収賄、議員証言法違反、政治資金規制法違反。いやーもうね、違反の温床ですよ。鈴木宗男お前、どうしようもない悪党じゃないか。一体誰を裁くんだよ、お前が。<laughs> かわいそうに。なんだろうね。やっぱり、政治の闇ですか。悪党も、悪党すぎると悪党じゃなくなる。つうことは、 やっぱり似たような人が国会議員を占めてるってことなのかなそんな悪党の群がる国会というところに、なかなかね、行きたいと思う人はいないでしょうね。悪の創屈、国会。怖いですね。胸をハウス事件。鈴木胸を氏が入札を談合して地元の建設業者5人と、ね、共謀して、随時契約させて、国に損害を与えた事件ですよ。怖いですね。 いや、これをね、もう、最近の若い方知らないですよね。うん、俺は忘れてないぞ、胸をハウス。もうあの時からプーチンと組んでなんかやってたんだろう。う白状しろよ。人のこと責める、そんな権利があるのか。もう鈴木村をなんで当選させてるんだ維新の会なんか、維新の会とかに。え、維新の会がね、悪党集団だからね。うーん、困ったもんだな。 鈴木宗男も相当な悪党だけど、維新の会も相当な悪党だな。うん、どうしようあ。ガーシンも悪党だな。いや、悪党同士気が合うのかと思ったら、悪党同士にはね、やっぱ悪の美学がそれぞれあるってことですか。はい。まあ気がついたら、宗男さんが懲罰委員会にかけられたのもんだったですね、今回の懲罰委員会。<laughs> 鈴木宗男さん一人で喋ってみんな無言、終わり。何これみたいな。<laughs> 無駄そのもの。宗男。鈴木宗男。 お前何やってんだよ。何言ってんだよ。出席すりゃ偉いのかよ、この野郎。夏休みのラジオ体操じゃねえんだぞ。胸を、鈴木胸よ。お、ま、前、あ、長い間政治がやってるけども、結局ロシアとズブズブで、拉致問題にも一役買ってんだろ。危ないな拉致の手引きしてんじゃないのか胸を、胸を。俺たち国民が選んだ。 国会議員を、なんでお前なんかが、悲鳴すんだよ。何やってんだよ。あくまで主権は国民だろうが。国会議員に格差があんのか、偉そうすんなよ。胸を。胸をどうしてくれんだよ。北方領土の問題はどうなってんだよ。チクチクとな、新人いじめする暇があったら、巨悪に立ち向かえよ。何ビビってんだよ。ただ年取っただけじゃねえかよ。胸を。鈴木胸を。 胸をハウス。胸をハウス。よかったな。逃げ切り世代だよ。胸を逃げ切り世代が、ガーシーや俺たち、ロスジェネ世代をまた食い物にする。いやー困ったもんだね。出る食いは叩く。まさにその通りだ。何鈴木氏は記者団に、国会議員は国会が解散されたら登院するべき。ガーシー氏の言動について擁護する声はない。と述べたと。 ねえ。偉そうすんなよ、お前。お前が何言えるんだよ。あくまでも、国民が選んだ国会議員だろうが、お前だって選ばれたんだろうが、立場同じだろうが、何先輩風を吹かしてんだよ。大体いい国会議員の先輩だって言んなら、後輩のこと守ってやらないと。ガーシーのことは、私が一切の責任を持ちますんで、皆さん,、うん、冷たい目を向けないでくださいと。これからのガーシーを見守っていこうじゃありませんか。ぐらいのこと言えないのかよ。なあ やべやべ早く潰しとこう。みたいな感じか。今までと同じように。胸を。胸を恥ずかしくないのか恥ずかしくないよな。まあ、な。いやー。やっぱおじいちゃんがね、権力を持つと、単なる害でしかないね。胸を。頼むぞ。記事読んでみようか。鈴木氏は、理事ンでもオンラインは認めないというのが決定事項だ。意見を言いたいなら、投院すればいい。 わざわざ言ってられっかよ。お前の息くえんだよ。お前のとこなんて言ってらんねえよ。意見が言いたいならって電話でもいいじゃないか。何がおかしいんだよ。何言ってんだよ。わざわざ柄持っていかなくちゃいけないぐらいの機能不全起こしてるのか。ゼレンスキーにお前国会に来いって言ってみろお前。言えないよね。胸を。胸を。もう、ちゃんちゃらちゃんちゃら喋るなよ。 もう次の世代に常識は移り変わってるんだから、任せなさいって。ね。ゆっくり、麻生副総裁と一緒に、お茶でも飲んで時代劇でも見といてください。お疲れ様でした。ガーシー。ガーシーさ。ガーシーは、海外、ドバイ特派員として、国会議員をやってくれてる。そういうふうな捉え方でもいいんじゃないか。いやでもね、ガーシーの歳費がどうこうって言うんだったらね、 可愛いアンディはどうなるんだよお前よ。可愛いアンディは、あのまんま、金返さずに、投員もせずに、すっぽ抜けたまんま、しかも詐欺まで働いて、詐欺じゃねえは何だっけあれで賄賂までやったんだろ有罪判決受けてるのに、金返さなくていいんだろ懲罰委員会って言っら開かれてないじゃないか。ああいう風なね、不公平やめて、可愛いアンディを見逃しといて、ガーシーとかなんかね、やり玉にあげて、何やってんの何やってんだよ 懲罰委員会委員長、胸を、鈴木胸を、お前何私は冤罪だとか言ってもし本当に冤罪なんだったら、今、誰かに冤罪かけようとしてるんじゃないのか何やってんだ胸を、何やってんだよロシアのプーチンと組んで、北方領土をロシアのものに認めさせたの知らねえだお前。違うのかなんか胸をが余計なことするから、こんなことになったんじゃないのか何やってんだよしかも、 なんか、誰かと組んで、悪いことしたんだろなんだっけ忘れたけど。とにかく、有罪くらって、ロ屋ヤーに入ってたんだろ何が、その、犯罪者が、懲罰委員会の委員長だよ。何を裁くんだよ。誰を裁くんだよ。何やってんだよ。胸を。まあいいや。ガーシーの給料がどうだとかね、こういう時に、出してくるんじゃないよ。まあ、はっきり言って、国会議員に、金を払えば、それは財政出動と同じだ。 だから別に、国会議員には無駄だと思っても金どんどん払っていいんじゃないか。なんか、税金で払われてるみたいなね、書き方をするから、国民感情をがらするけど、国会議員の歳費って税金じゃないからね。国債発行だからね。誰も出費してないわけだよ。その辺正確に伝えたら、どうすか。おい胸よ。胸よ。偉そう言ってんじゃねえよ。胸よ。 何ガーシー氏は国民の激しい怒りを知れって誰が怒ってんだよガーシーに何かされたのお前がヤバいんだろ渦中の鈴木宗男氏懲罰委員長を直撃ねえこれマスメディアと宗男が組んでまた世論操作をしようとしてるぞ暴露系 YouTuber と呼ばれるガーシー国会議員に当選後 国会に来ないという公約を守っているがなぜか国会議員には不評だ政権史上前代未聞の事件が起きてるって前代未聞が多すぎるよね今回ガーシー氏の処分を決める懲罰委員長である鈴木宗男氏を直撃した別に直撃せんでいいんじゃないかと思うけどなうん党員しない国会議員をどうすればいいのかっていうけど任期6年あってその間の 1>, 1年とか2年を党員しないんだったらねちょっと問題にしてもいいけど何まだ始まったばっかりじゃないのなんだこれ暴露ゲーユーチューバーと呼ばれるガーシーが国会議員に当選後国会に来ないという憲政秩序前代未聞の事件が起きてるってまた同じこと書いてるよ何回もね記事を書いて埋めてるんだね民主主義において国会議員とは選挙で選ばれた重い民イだ噂されてるようにガーシー氏が議員除名となってしまうことが頻発するようになると多数派が意見の違う少数派を 数の力で排除してしてまう危険性があるってまさにこのおじさんがやろうとしてることね他方軽い処分例えば一定期間の党員停止党員停止でいいんじゃないのこれそしたらねめんどくさいことないんでねそれにしましょう党員停止 <laughs> はいで鈴木宗男宗男が語った前科者宗男が語ったガーシー氏に鈴木院長に対して俺も何回も言うてる俺を辞めさせるのは はげ散らかした胸をハウスやなく、俺に票を入れてくれた有権者だけやと。こんな処分くれた知事に参議院議員にしてもらったんちゃうわ。勘違いすな。などと揶揄する発言を繰り返しています。繰り返してるっていうか一回しか言ってないんだけどね。受け止めを教えてください。<laughs> 私個人が何を言われても私は全く気にしない、気にしてるじゃないか。根に持ってるじゃないか。同じ土俵には乗られ乗れねえよ。お前の土俵なんてよ。ガーシー氏は昨年の参院では当選したが、それなりに 政治家ににななるためめは最低20年のキャリアをつなめダメだ古い考え方だねで宗男さんあんたは二十数年やってきてこの程度ですかああだったら二十年もかけちゃいらんないよねでも二十年もかかっちゃうのこの人うんおかげに二十年かかるって言うんだったら最初の一年勤めてない間になんで辞めさせちゃうんだキャリアをつなばまれば誰だって言っといてねキャリアを邪魔してるの誰ですかってことなんですよ ね、国会にも出てこないものが一人よがりのことを訴えるとかどうにもならない一人よがりじゃないんだよね30万人よがりなんだよ胸をさんあなたは20万人そこそこでしょ何を言ってるんだろうね大事なことは国民が今ガーシー氏に何を感じてるからガーシー頑張れとねガーシー日本から日本に帰ってこずにやってくれということだよねそれを感じてるんだよそれをしっかり考えるべきだね早く処分しろという声が多数来ている早く処分しろとお前だろう。 声が多数来てるってね二2人か3人でしょ国民は怒ってるのだ怒ってません私も国民ですけど怒ってませんなんでこういうふうにね世論を誘導しようと一生懸命してるんでしょうね有権者から選ばれた議員の身分は重いのでここでは丁寧に慎重の上にも慎重に処分の決定を行うべきだと鑑定これはね丁寧にやってないだろう丁寧にやるなら国民の声を聞けよお前らこぞこそ決めてんじゃないの何らかの懲罰が下るのは当然である 胸をに胸をが懲罰だよお前おがやるからこの国どんどん悪くなってるじゃないかネオが国会議員やってるからどんどん重税国家になってるじゃないかなんか、ね、役に立ってんのムネオムネオちゃん役に立ってないよ国民から選ばれた国会議員は特別な地位を付,付与されている、はあ、大したもんだね合わせ当選した議員は国会が開会されると党院するという義務がある 民主主義やルール規則を守って初めて成り立つし組みだそうルールを守ろうぜガーシー公約を守ろうぜもう日本にいずしてドバイから活動してくれっていうのが、まあ、公約だよだからそれを守ってくれ守ったらやめなくていいでしょ国会法124条では議員が正当な理由なくして召集日から7日以内に召集これ正当な理由じゃん公約を守るって正当な理由でしょ何言ってんの くだらない国会議員が決めたおかしなルールなんてもうその下の下だよ国民との約束が一番だよねえ何マニフェストを破っても国会にさえ来てればいいのだからこんなくだらないことになってしまったんだよガーシー氏は当選してから3回目の国会にもかかわらず出てこないこれはやはり有識じゃいたって誰か迷惑してんの誰か迷惑してんのつまり鈴木委員長の考えとしてはガーシー氏がお咎がめなしとはいかないということですか あのさだったらさ委員長なんて立場使うんじゃなくて鈴木宗男が直接何か,かおとがみすればいいじゃないなんだこれ懲罰委員会に付託された以上何がしかの懲罰が下るのは当然だよ、ね、問題があるから懲罰委員に付託されてることだったあの懲罰委員長がしょうもないから鈴木宗男が20数年間しょうもない姿を見せてるからそれをガーシーが真似てるというふうなね先陣を習って 後輩がこうななったとは考えないのかね物価上がり国民が生活に困ってる時に何をしてるのかんだよ鈴木宗男、ね、お前一人だけ悠々自適な暮らし送りやがって本当に国民がね困ってる時に何してんだよそこで懲罰委員会みたいな裁判ごっこしてる場合じゃないだろうなんだこれヤン・ウェンディのモン会か何やってんだよ 国会には国会のルールがある国民から選ばれた国会議員は国会に投員する義務があるだからこれを国民が行かなくていいよって言ってんだからねえ国民の目線からずれてるっていや国民がそういうふうにガーシーに頼んだんだからずれてないよお前がずれてんだよ政治は国民の生活に直結しているだから俺たちの暮らしはこんなになっちゃっただろうが政治は何をやってんだガーシーみたいな変化球が来ないともう変わんないだろう ネット遊遊びの場でではないってお前が遊んでるんるだよ裁判ごっこして遊んでる何が懲罰委員会だ大層なことしやがってどうせ誰もだんまり決め込んで喋ってないじゃないかよ去年は当選したけれども次は当選できるかとこんな考えの人に支持が集まるとは考えにくいだから胸をの思考では考えにくいんだろうねこれだけ物価上がって皆さん生活困ってる時に何をしてるのかってお前が何をしてるのかと宗男が何をしてるんだとね国民負担が少なくなるように何かやってんのか お前一人で給料バンバンもらってから、有事的適で胸をハウスなんか住みやがって。ろくなことしてないな。国会議員は、議員歳費なんたらかんだらって書いてるけど、胸を、胸を、国会に出るだけで、こんなただ給料もらって胸を許されるのかガーシー氏は歳費は年間で3000ぐらい。これを国民税に関しても1円にもならないとい開き直ったことを言ってるようだ。いやでもその通りじゃないか。開き直るも何も。胸を、胸を、 ネオだよもう悪党はネオがいつまでもその国会議員の席に居座ってるから目詰まり起こしちゃってんじゃないかムネを除名しろネをもういらないよ何年やっても汚職以外やらないんだからネオはねえロシアと組んで北方領土ロシアに献上してるのが関の山じゃないか何やってんだよオムネオ 胸をがまず国会議員やめろよ。胸ム胸オまだなんか寝言,言言ってんのか。胸オ何これ西側のなんか G7 の取り組みは意味がない全くロシアにダメージがない何ロシアは悪くない悪いのはウクライナだむちゃくちゃ言うねんあなたは。ね。まあ何を言っても自由なんだけども、結局は胸をさん。外交で何とかなる。 話し合いで何とかなるって言うけどさ、このなんとかコロシアムですら言いまかされてんのに、なんであなたがそれで話し合いで何とかなると思ってんのお前話し合い弱いじゃん。だからね、誰かわかんない人にこういうこと言われるんだよ。何何とか言ってたな、こいつは。戦争をやめろと。ネオさん、だったらあんたが言いに行ってくださいよ。まさにそうだよ。お前こんなスタジオでべっちゃくちゃべっちゃくちゃ喋ってんじゃなくてさ、お前さ、プーチンに会って仲良しなんだろプーチンに会って戦争やめてくださいって言えばいいじゃないか。 お前が外交してこいお前が。なんだ結局お前何もせずにこんなね、ギャラもらえるところに出てきて、のこのこ出てきて、それでなんかプロパガンダだとか言って、お前がプロパガンダだよ。何やってんだよ、お前。お前を懲罰よ、お前を。ということでございました。胸を。鈴木胸を。心ならずも、善果を追ってしまった鈴木胸を。ぶっちゃけあれは、冤罪のような気もするが、 ま、しかし、しょうがない。前科がついてしまった鈴木宗男。なんで、お前が懲罰委員会の委員長なんだ。前科を持った者が、懲罰を人に下す。しかも、今回、ガーシーに対して、まるでこれは冤罪じゃないか。冤罪を受けて悲しい思いをした者が、今度は冤罪をふっかける側になったのか。なるほど、冤罪の苦しみを知っていればこそ、 冤罪を吹っかけて苦しめようという作戦。まあ筋が通らないでもない。しかしな、なんか違うんじゃねえか胸を。国会議員としての大ベテラン鈴木胸を。しかし、たったの22万票こんな低い指示で。何が懲罰委員会委員長だ。何なんか書いてあるぞ。ガーシーから。長い間やったのに、そんなもんかいな。 そら、俺が脅威やな、ほぼ、組織用やろ。わらわら。ガーシーは、おおむね30万票取っている。しかも、いきなり出馬だ。胸よ。鈴木胸よ。国会議員のベテランなら、こんなしょぼい。新人に大差をつけられて負けるような、得票数で、何が、お前、懲罰委員だ。ふざけろ。しかも、懲罰委員会。 なんかしんないけど、大層な椅子にみんな、ガ首並べて、無言だよみんな。なんだ集めるなよ。リモートより立場あるじゃないか。何をやってんだしかも何弁明はリモートは受け付けないじゃあお前もう電話すんなよ。電話で謝罪したことないのか直接会わないと何もできないのか直接会わなくても、できること山ほどあるんじゃないのか一体いつの仕事してんだよ胸を。胸を。胸 とにかく、人の邪魔すんな。俺たち、三十万人近くが、ガーシーを選んで、不正の闇を暴こうとお願いしてるんだ。ガーシーがいなくなっても、ガーシーの、お前この野郎、不正を暴くめくりは終わらんぞ。何やってんだ胸を、胸を、冤罪を受けて、ピーピー喚めいてた者が、 今度は人に対して冤罪か頼むぞ、胸を。国会議員らしく、男の忠誠を尽くせ。ガーシー君はまだ新人ですし、任期6年のうちの最初の数ヶ月、ね、登院しなかっただけじゃないですか。長い目で見直しようよ。しかも、今回、海外から国会議員活動するってのは、立派な公約じゃないですか。なんで公約を守った者が、 国会議員ごときに追い落とされなきゃいけないんですかちょっとおかしくありませんか私は以前、冤罪を受けて非常に悲しい思いをしました。今回も冤罪みたいなもんじゃないですか何をやってるんですか私は一人でも一人になっても、この新人議員を守る将来のこの国のために、新人議員を守り、大きな新しい日本の時代を作ってもらうことに、若い人に期待したい。 期待したいよ。ロスジェネの責任は私にあるんだ。ガーシー君、なんとか頑張ってもらいたい。みんながガーシー君がおかしいことしてると思うんだったら、だったら排除するんだよなって、どのように本来の国会議員としての職務を果たすべきかを排除せずに、どんどん段階を踏んで覚えてもらうこと。これが私たち老人世代にできることじゃないかね。どうですか皆さん。そのための懲罰委員会の 会議に切り替えませんか